こんにちは、プラタナッツです。サイバー人間9パック開封します。ヤマダ電機でボーリューグレンワンボックス買ってきました。はい、これは夜開けます。ちなみに30パック入りです。はい、まあ、ちょっとは開封しちゃったけど、まだボックスは1パックもパックは開封してないんで、なんかこんな感じのが入ってました。強化系なんかワンボックス買うとガイグレンのその情報が載ってますね。これ夜開封するんで、まあお楽しみに。ワンボックス開封夜なんで、予約すんの忘れてたから結果的にヤマダで買ったわ。じゃあサイバー人間開封しましょう。まあなぜサイバーを選んだか、そしてなぜ9パックか。サイバーしかなかったわけじゃないけど、サイバー人間が良かったけど、10パックって頼んだけど9パックしかなかったんで、アーマナイトトレント、あ、最後のやつ紹介し忘れた。強くね、これ8000、1万だけど打撃4点ゲージさん。あのね、サイバー人間ね、まあ10パック買いたかったんですけど、たまたま9パックしかなかったんで、フォースリターン、レラジュ、お、ソロモンの鍵下巻。まああのね、残り物、あれ余り物だったっけには服があるって言葉があるんですけど、まあ本当に服があるかもしれないんで、ラストの方は買っといた方が得ですね、個人的にですけど。信玄いいですね、優秀なカードだと思ってます。そして右打ちは敵が知り尽くしてたら意味ないんで、まあ、カードの、ちなみにカード見られたら終わりですね、相手に。あ、右打ちだとか言って終わりですから。お、上巻と下巻揃えましたね。どうでもいいけど、何パック目だか忘れましたけど、ポイントがちょっと来てほしいかなと。まだポイント集める気かお前はって思うかもしんないけど、まあ一応ね、欲しいんでね、ポイントはもういくらでも欲しいですよ。第4弾始まったら光ってる、なんだろう、第4弾始まったら絶対。お、これは初めてだな。ガロー、疾風ガロー、ゲージ1払ったら、お、強っ。ターン終了時このカード破壊だけど、強え。何気に使えますねこいつ。ガロー、ガチレアでした。まあほんとポイント欲しいっすね。もう今第2弾が始まってんのか。だから第3弾のポイントでか、まあ交換する予定ですね、何かと。ヒカガニ、アフターナイトザワールド、ザワールド、ジョジョ知らねえけど俺。あ、ちなみにね、なんだっけなあれ、このサイバーニングで、あ、そうだ、白竜の盾だ。あれめっちゃ欲しい。9パックで出ないわけじゃないと思うんだけど。黒勝ち、忍びの巻物、へえ、結構いいんじゃないの。残夜が使う黒勝ちか。やばいな、今日なんかガチレア1枚だけかな。やばいな、やっぱ余り物に、余り物、残り物どうでもいいけど、服はないのか。お、エミグレッテドラゴン2回攻撃を得る、ダブルループ、破壊すれば2回攻撃、サイズ2の打撃3、結構強いのが来ましたね。いいねー、
ガンロットマーティウ。はい、ラストです。まあ、倉田夏の動画、長いようで短かった。なんか、二つに割れたけど。あ、来ない。では、ナイツ、コーラ、ラスト、サイバー音苗、経営生命、ドンマイマーイ。ってことでした。まあ、今日夜ぐらいにあげると思うんですけど、続けて撮るかもしれません。はい。じゃあご視聴ありがとうございました。ぽ。